いいイベントってのは、一人一人の実力はもちろん、仲間、そしてオーディエンスとの一体感が重要だ。一人よがりのライブなんざ、誰も見たくねえからな。お前たちは、見たところ、いいつながりを持ってる。メンバーが同じ気持ちで、同じ方向を向けてねえイベントは、どうしたってとっちらかるからな。それは、わかります。同じ気持ちじゃなきゃ、熱いイベントは作れねえ。で、アッドウィーケンドも例に漏れず、そういうイベントだった。最高の実力者が集まって、仲間もオーディエンスも、どこまでも一つになって、そうして出来上がったってわけだ。そこまでは理解できます。ですが、そういうことなら、俺たちにもチャンスはあるんじゃないですか。確かに、そうだな。あずさわのおかげで、客と一つになるって感じも、なんとなく分かってきたし。ああ、それに俺たちは、ラッドウィーケンドを超えるって目標で一つになってる。ああ、その通りだ。そこをクリアできたからこそ、俺は、お前たちに可能性を感じた。だが、超えられねえ理由はシンプルだ。圧倒的に、足りねえんだよ。それは、確かにタイガおじさんたちに比べれば、まだまだかもしれないけど、でも、ちゃんと力をつけていけば、きっといつか。そういう問題じゃねえ。実力はいずれ身につくものだろうよ。俺とお前たちの差が圧倒的だとしても、可能性はゼロじゃねえ。俺が言ってるのは、思いの話だ。どういうこと？あの夜は、ある一つの思いでできていた。そいつがなければ、ラッドウィーケンドは、あそこまでのイベントにはなってなかった。ある一つの思い？それは、一体どういう？このイベントを、あいつの人生の最後にふさわしい、最高のもんにしてやろうっていう思いだ。え？人生の最後？あいつって？おい、アン、まだ拗ねてるのか？だって、ナギさんが私に黙って行っちゃうから。アメリカに行くなら、ちゃんと見送りたかったのに。ま、あいつのことだ。アンに会うと、寂しくなっちまうと思ったんじゃねえか？もう、戻ってきたら絶対に、ごめんねって言わせるんだから。ん？どうしたの？いや、大したことじゃない。まさか。でも、そんなこと、え？あの夜は、あるミュージシャンの最後のイベントだった。俺たちは、そいつのために燃えかすになるまで歌った。オーディエンスも、その一瞬一瞬を記憶に刻んだ。その、あるミュージシャンというのは？ナギだ。
ラッドウィーケンドは俺の妹小滝凪の最後を飾るためのイベントだった。病気が見つかってあと数ヶ月しか生きられない凪がこの世を去っちまう前に最後にこの町で開いたイベント、それがラッドウィーケンドだ。凪さんがこの世を去ってた。やめてよ、タイガおじさん、何言ってるの？冗談でしょ。ナギさんはアメリカに行ったんでしょ？町のみんなだってそう言って、ナギさんが死んだなんてそんなの誰も。お前ならわかるんじゃねえか、アン。この町の連中はお前のこともナギのことも家族みたいに思ってんだ。お前らのためにならでかい嘘くらいついてみせるさ。嘘。嘘ってまさか全員で口裏を合わせて。そんなバカなことあるかよ。それって町の連中全員がナギさんが死んでんのを黙ってたってことだろ。町ぐるみで人一人死んだこと隠すなんて、そんな。どうしてそんなことを。他でもね、ナギ自身がそう望んだからだ。お願い、私のわがままに付き合ってくれないかな。ナギがもうこの世にいねえってことは、昔から町にいる連中は全員知ってる。知らねえのは外からこの町に出入りするようになった連中とアン、お前だけだ。嘘、嘘だよ、そんなの。そんなわけわかんない話信じられるわけ。この町の連中は昔からずっとナギを見てきた。あいつがまだ泣き虫だった頃からずっとな。だから あいつの最後のエゴも守ってやろうって気になったんだろうよ。嘘じゃない、嘘じゃないんだ。タイガおじさんのこんな顔一度も。じゃあナギさんは、ナギさんは本当に。アンちゃん、どうして、どうして私にだけ黙って。言ったはずだ、ナギがそう望んだからだってな。